またいらし。覚えていますね。偉いですよ。後悔させてやるわ。やったー。悪くねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。次も任せてよね。ランジの求めるところに大いなる炎の加護あらん。勇猛なる灯火の熱さを今ここに。ファイヤーボール。きちんと詠唱を覚えていますね。えらい。問題ない。待ってくださいね。水を出しますので。コップまで作れるのか。器用だな。後悔させてやるわ。お前らのことは必ず守り抜く。ラプラスも緑髪だったんですよね。スペルト族なんですか？いや、違う。なのに…ルーデウス！そうですね。はぁ、あ…そうだな。報告に行きましょう。行きましょう。こんなもんですね。ジャリルなら調教して始めますよ。お前らのことは必ず守り抜く。魔獣をペットにしたいわね。ジャリルなら調教してくれるかもしれないですね。問題ない。当然の結果だ。ねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。やったー。次も任せてよね。宝箱か。必要なら持っていくんだな。宝箱か。必要なら持っていくんだな。行くわよ。当然の結果だ。
問題ない。やりました。セーブとロードはこまめにですよ。ちょっと何言ってんの。時々問題ない。こんなもんですね。もう。どうするんだ。そうですね。気を引き締めるんだな。ねえ、マガンってどうやってもらったの？それはこう、目に指をブスッと、そしてぐりぐり。お前らのことは必ず守り抜く。あら、休憩するのね。ルーデスはね、私の魔術の先生なの。そう、兄弟ではなかったのか。そうよ。いきなりですか？少し休んでいくぞ。いいですか？そうね。お手柔らかに。気をつけろ。問題ない。ガンガン行くわよ。当然の結果だ。お前らのことは必ず守り抜く。やったやった。ねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。やった。次も任せてよね。問題ない。お前らのことは必ず守り抜く。ソルティアの料理は美味しかったですね。ちょっと塩辛かったけど、いけたわよね。うん、宝箱か。必要なら持っていくんだ。後悔させてやるわ。
やりました。ねえ、次はどこに行くの？エリス、魔人語のお勉強をしましょう。立ってください。ここで生きていくには必要なんです。問題ない。ラプラスも緑髪だったんですよね。行きましょう。問題ない。この剣、すごくいいわ。ねえ、いつになったら目的地に着くの？まあまあ、もうちょっと頑張りましょう。ところには宝。気を引き締めるんだ。ルーデウス、今日のご飯は何？問題ない。こんなもんですね。だったら目的地に着くの？まあまあ、もうちょっと頑張りましょう。おお。ねえ、こんなものか。ということで、気を引き締めるんだ。足が痛い。なんじゃこれ。始めますよ。当然の結果だ。私見た？ええ、さすがはエリス。やった！次も任せてよね。今回の依頼はうまくいきそうなのか？大丈夫よ。ルーデウスはすごいんだから。はい。気楽に言ってくれるな。問題ない。
当然の結果だ。着実に俺もこんなものか。楽勝ね。はいはい。さあ報告に行きましょう。ねえ、そろそろご飯にしない？ルティアの料理は美味しかったですね。ちょっと塩辛かったけど、いけたわよね。また訪れたいものだな。問題ない。もらっていきましょう。セーブとロードはこまめにですよ。ちょっと何言ってんの。ドキドキ襲っちゃいますよ。こんなもんですね。だいぶ疲れが見えてる気がする。ほら、休憩するのね。どうだ？そうみたいですね。ですが、さあしっかり準備しましょう。くそ、もうバレたか。すみません。先に裏切ったのはあいつらだろう。そんなこと言ってる場合じゃねえだろう。やるしかねえ。裏切った。ルーデス、来るぞ。余計なことに気を取られるな。そうですね。来た来た来た。守り抜く。よし。どうするんだ。そうですね。さあ報告に行きましょう。宝箱か。必要なら持っていく。ねえ、
いらっしゃい。今はこのような依頼があるわ。依頼をこな…ねえ、どの依頼？依頼をこ…依頼をこ…依頼を…またいらして…いやー、助かった。これで問題なく航海に出れるな。その…なんだ、飼い主。海賊が裏切ったとか言っていたんですが、どういうことですか？さあ…いやいやいや…俺は知らないな。不幸なすれ違いってやつだろ。ともかく助かったからな。約束通り、いつでも届け物も合わせてミリス大陸に送ってやるよ。ったく、余計なこと言いやがって。兄貴の計画が壊れたらどうしてくれるんだ。いらっしゃ。またいら…どうだ？それではよろしくお願いします。ドナドナが流れてきそうだ。ドナドナ？いや、嘘です。何でもないです。ということで、そうして俺たちはマ大陸を抜け、ミリス大陸へたどり着いた。密輸品の保管場所であるそこには従属の子供たちも監禁されていた。そして、なぜか俺は牢屋にいる。冤罪です。僕は何もやっていない。やれやれ。そして、騒がしいと思ったら、牢屋に新しく人が来た。ようこそ、人生の終着点へ。いや、なんていうか、裸なのに随分偉そうなんだな。おい、シーリー、口の利き方に気をつけろよ。俺はここの先輩だ。おう。ん？まずはギースだ。俺はルーデウスだ。ん？はいはい。ちげえね。
てか、まあふと新入り、なんか暑くねえか。そうだな。火事だ！火事だ！せえなこりゃ。最近噂になってた従属の子供をさらって売っ払ってる連中だな。これはどうすんだ。よし、おいおい、飼い主、なんでこんなところにいるんだ。やっぱり赤毛のガキと偽スペルト族はお行儀よく従属の戦士団を釘付けにしてくれてるのによ。そうですね。なあ飼い主、こっちにつけよ。従属のガキはいい金になるんだぜ。デッドエンドが正義感気取りかよ。そう見られたいもので。そうか、お前選択を誤ったぜ。さあ来いよ飼い主。調子いいぜ。追いつけろ。
やった！やったぜ先輩！先輩！ルーデウス！エリス。ここは？デドルディア族長の家だ。なるほどな。終わりよければ全てよしって言うしな。何、私は気にしていません。うそーん。さすがエリス。そうして俺たちは魔大陸を抜け、大森林をも抜けたのであった。ここら辺の話は父さんはもうギースから聞いているかな。ギースも人が悪い。父さんの元パーティーメンバーだったなんて俺に教えてくれなかったし、大森林であの後すぐ出立しようとしたけど雨季で足止めされちゃったんだ。大森林の雨季はすごかったな。まさに大洪水だったし、町でもないから情報は一切入らず、そのせいで父さんと喧嘩したな。見えたぜ。あれがミリス新生国首都ミリシオンだ。おお、きれい。 RPG のお約束だな。ところで先輩、寂しがんなよ先輩、また会えるって。先輩、冒険者ギルドには忘れずに顔を出せよ。え？じゃあな。ん？しかしいいよ。それではチームデッドエンドの作戦会議を始めます。ここまで1年以上、ようやく人族の領地まで来ました。ここから家まで一直線と言いたいところですが。ん？何か問題があるの？いえ、というよりしばらくこの町でお金を稼ぎたいと思います。なんでよ。ミリスは仕事の依頼料も高いようです。町へ行くたびに稼ぐよりここで金稼ぎに集中した方が効率がいいでしょう。問題ないですか？ああ、
わかったわ。そういや、どうだろうか。ということで。そうだな。封筒と紙を買って宿に戻ろうとしたとき、子供を袋に入れた人さらいを見つけた。デッドエンドの心得、子供を見捨てない。誰にもつけられてないだろうな。ああ、他にも仲間がいたか。しかし、布か。服にしては少々小さい。しかし不思議と安らかな気分になる。この感触、形、覚えがある。ここに2つ穴が開いていて。ってパンツじゃねえか。うわ、誰だ。しまった。出てこい。団長たち呼んでこい。幼き者を守護者から引き離し、己の醜い欲望の糧とする者よ。その行いを恥と知れ。人、それを誘拐という。誰だお前は。デッドエンドのルイジェルドだ。あれ、おいガキ、正義の味方ごっこなら。かてか、やれやれ。女の敵め。てめえ、好き勝手やってくれやがって。俺一人でやってやるよ。この酔っ払い男、どこかで見たけ。な、お前ルーディか。父様。パウロ、父様の拠点にしている宿へと連れてこられた。父様、お久しぶりです。まあ、なんだルディ、よく生きていてくれたな。はあ、その父様はどうしてここに。どうなんだ。伝言ですか、ルディ。どうと言われても大変でしたよ。そしてウェンポートにたどり着いた僕らが目にしたのは。もういい。ん？お前がこの一年ちょっとの間遊び歩いていたってことはよくわかった。僕も大変だったんですが。どうなんだ。気が回りませんでした。その余裕がなくて。おいおい、僕だっていっぱいいっぱいだったんですよ。右も左もわからない状況で、でもエリスだけは守らなきゃって思って。そうだな。
じゃあなんで突っかかってくるんですか。エリスってのはフィリップの娘だったか。え、ああもちろんそうですよ。俺は見たことがねえが、さぞ可愛いお嬢さんなんだろうな。手紙を出せなかったのはイチャイチャすんのを邪魔されるとでも思ったからか。だからそれは気が回らなかったからって言ったじゃないですか。団長、それぐらいにしてあげたらどうです。親子のことに口を挟むんじゃねえ。ですが父様こそその女の人は何ですか。近くにそんな綺麗な女の人がいるって母様やリーレは知ってるんですか。知らねえよ。知ってるわけねえだろ。じゃあ浮気し放題ってわけだ。こりゃ新しい弟か妹ができる日も近いです。ふざけたこと言ってんじゃねえぞルディ。どうなんだ。それがどうしたってんだよ。なら知ってるだろうが。知らねえっつってんだよ。俺だって一生懸命やってきたんだ。知らない場所に飛ばされて誰も知ってる人がいなくて、なんで責められなきゃいけないんだ。てめえならもっとうまくできただろうが。できねえよ。ノル、妹だ。大きくなったが一目で分かった。だよそれ。転移したのはお前だけじゃねえ。ブエナ村の奴らも全員災害に巻き込まれた。え、ザントポートにもウエストポートにも伝言は残した。冒険者ギルドだ。なんで見てねえんだよ。お前ならとっくに事情を察してすでに動いてくれていると思っていたよ。頭の中が真っ白になった。大丈夫よルーデウス、私がついてるから。ありがとうエリス。美食都市ソルティア、町のすぐ横に塩湖があるのが特徴ですわね。おお、どこもかしこも飯どころばかりじゃな。塩は内陸部では希少ですからね。存分に使えるここが栄えるのはわかる気がします。宿屋も併設されているところが良いじゃろう。食べてみて良さそうならそのまま泊まればよい。あら、あなたにしてはいい考えですわね。一言余計じゃ。この食堂最高です。さすが美食都市ですね。私には少々甘すぎますわ。香辛料料理の方をいただけます。酒をくれ。この良さがわからないとは残念です。そう言ってくれると嬉しいよ。まあ大陸でこんな甘味が食べれるとは思いませんでしたよ。
まあ宿屋はともかく人手不足も相まって食堂は閉める予定なんだ。え？お手伝いします。もう少しだけ試してみませんか？なんだジョーちゃん。いやこっちは助かるけども。こんな甘味をなくすなんて世界の損失です。言い過ぎではありませんこと。いらっしゃい。